はい、こんにちは。今日は東京理科大の問題です。問題はこちらです。 x2 乗プラス 2t プラス k プラス 1x プラス kt プラス6イコール0について考えると、で t がマイナス1以上1以下の範囲となるすべての t に対し実数解を持つための k の値の範囲を求めよう。それから t がマイナス1以上1以下となる少なくとも一つの t に対し実数解を持つための k の値の範囲を求めようといった問題ですね。この問題のポイントはすべての t、それから少なくとも一つの t っていうところですよね。この違いはこの二つだと。で、これなんですが、じゃあまず t をこの範囲で動かしたとき考えてみましょう。これ k と t と x が含まれているんですが、じゃあ例えば t が0のとき考えましょう。t0 にすると、x2 乗プラス k プラス 1x プラス6イコール0ですよね。これ t が0のとき。じゃあすべての t でこれが実数解を持つなら、t が0のときも成り立たないといけないよ。これが実数解を持つということから判別式ですね。k プラス1の2乗マイナス 4×6。これが0以上であれば、t が0の時実数解を持ちますよと。で、同様に、じゃあ t が1にしてみましょうか。1にすると x2 乗プラス3プラス kx プラス k プラス6イコール0ですね。で、これがまた x 実数解を持つためには判別式だと。3プラス k2 乗マイナス 4。K プラス6、これが0以上であれば OK というふうになりますね。というように t がこう移り変わった時に式は変わるわけなんですが、まあ、とにかく判別式が0以上であれば、実数解を持つわけですね。ということで判別式を考えればいいんだろうと。で、じゃあ判別式を考えましょう。この判別式で t が、マイナス1以上1以下の範囲で全ての t で、この範囲の全ての t で判別式が0以上になれば OK ということですね。ですので、じゃあ判別式 D はっていうと、2t プラス k プラス1、これの2乗マイナス4、kt プラス6、これが0以上になる状況を考えたい。すべての t で。そうすると、じゃあこれ t について解きましょう。じゃあ ft としましょう、これを。で、これ t について処理すると、4t2 乗プラス 4t プラス k2 乗プラス 2k マイナス 23っていうふうになります。で、これが0以上の状況を考えたいということですね。すべての t で。で、これ、t の二次方程式と見てあげると、これは4でくくって、平方完成すると、こうなりますね。それから、k2 乗プラス 2k で、マイナス24ですよと。で、これが0以上の状況を考えたい。これ、グラフ書くと、マイナス2分の1で、が軸になるので、マイナス2分の1、ここが頂点ですね。で、t が今、マイナス1以上1以下の範囲ですから、この辺にマイナス1っていうのがあって、1が、まあ、この辺にあるよと。で、この範囲のすべての t で実数解を持つということですから、これが判別式0以上になるということですね。これが0以上になる状況を考えたい。すべてのこの範囲の t で0以上になるということは、ということはこれ、t 軸が、ここにあれば OK ですね。つまり、マイナス1から1までのこの範囲のすべての t で、このグラフっていうのは0以上ですよ。この軸より上側にありますよっていう状況を考えたいわけですから、この一番、この範囲の最小値、ここですね。ここの点が0以上であれば、すべての t で0以上になりますね。ということで、この点が0以上になれば OK。つまり、これですね。t がマイナス2分の1の時は、この値。これが0以上であれば OK ということで、これを解きましょう。そうすると、k2 乗プラス 2k マイナス 24。これが0以上であるということで、これを解くと k プラスの6とマイナス4。ですから、4とマイナス6で0以上ですので、マイナス6以下ですね。k がマイナス6以下と4以上と。これが、このすべての t に対して実数解を持つための k の範囲ということになります。で、続いて、じゃあ今度少なくとも一つの t に対して実数解を持つための k の範囲を考えましょう。少なくとも一つの t ってことは、今こういう状況でもいいわけですね。これだとすべてのこの範囲の t で実数解を持つよと。で、こういう状況でもいいわけですね。これ、ここの部分は0以下になっちゃいますけども、この上の部分がちょっとでもあればいいわけです。少なくとも一つの t で、まあ、この範囲のどっかの t でこの軸、t 軸よりも上側にの部分があれば OK ということですね。0以上になる部分がちょっとでもあればいいよと。ここでも OK ですね。まだあるよと。
じゃあ一番どこまで OK なのかっていうと、一番上、ここに来た時までですね。この、ここまで、ここの区間で考えた時の一番上っていうのはこの点ですから、つまり F1 ですね。F1 のこの点。じゃあ F1 っていくつかっていうと、1を代入すると、4プラス4プラス、K2 乗プラス 2K マイナス23ですから、この点は K2 乗プラス 2K8 ですから、マイナス15ですね。の点になりますよと。ここの点が、にまで T 軸は来て OK ですよと。です。これ以下であれば OK ですよってことですね。T 軸が。ということなんで、この値が、T 軸、つまり0以上であれば OK ということになります。この軸がこれ以下であれば OK ですので、T 軸以上、つまりこの点が、0以上になっていれば OK ですよと。いうことが、この、値の範囲ということになります。ということで、K2 乗プラス 2K マイナス15。これが0以上ですよと。じゃあ、これを解いてあげると、K、K で、プラスの5でマイナス3ですから、3とマイナス5。で、マイナス5以下、3以上と。いうことで、2つ目のこの値の範囲、求めることができました。で、あとは考え方は一緒なんですが、今 t の二次方程式として考えてグラフを書きましたけど、これ k もまとめて考えると、これ楕円の方程式ですね。こっち側もうまいことをくくると楕円が出てくるよ。つまり ft が0以上の状況を考えたいんですが、これを、うまく解くと、4括弧 t プラス2分の1の2乗プラス k プラス1の2乗。こうなりますよね。で、定数をこっち側に持ってくると25になるよと。で、これ25で割ると、こっち1にして、25分のこれ。で、25分のこれと。で、これ4で割ると、4分の25ですね。ということで、こっちが2分の5で、こっちが5ですね。ですので、これ楕円のグラフだと。t 軸と k 軸で考えて、こういう楕円があるよと。2分の5、それから5ですよと。こういう楕円ですね。で、これが0以上、1以上の部分ですから、この外側ですよと。で、これをマイナス2分の1とマイナス1平行移動したものですよと。こっち側にマイナス2分の1からマイナス1、この点をこっち側にずらすよ。つまりこれがぐっとこっち側にずれるわけですね。で、それの外側の部分ですよということを言ってるわけです。ですので、ずらしたグラフを書くとどうなるかっていうと、こうなって、ここに0があって、マイナス2分の1ずれて、マイナス1ずれるわけですから、この点にずれるから、こういうグラフですね。こんなグラフになるよと。で、この点が1個下にずれたんで、ここが5だったのが4になりますね。で、ここが、マイナス5だったのがマイナス6になるよと。こうなってるよと。で、今範囲としては t がマイナス1以上1以下ですから、t がマイナス1っていうのがこの辺にあって、1っていうのが、まあ、この辺にあるよと。で、もうちょっとこの辺ですかね。で、ここが、まあ、この辺ですよと。で、こっち側がこうなってるわけですね。この範囲で考えてますよと。で、今これの外側ですよね。外側ですから、この外側の範囲ということになります。この外側の範囲が0以上の部分ですよと。で、t がマイナス1以上1以下、この範囲で見たときに、すべての t で次数回持つためには、この範囲ですべての t でってことなんで、この4以上の部分、それからマイナス6以下の部分ですよっていうのがこっちですね。で、あとは、少なくとも一つの t でっていうのは、このマイナス5以上、5以下3以上っていうのは、ここの点ですね。x が、t が1の時がここが3になりますよと。で、ここがマイナス5になるわけですね。こっち側よりもこっち側の方が、上側、こっちの方がこれっちよりも下側にあるので、これより上である必要がある。これより下である必要があるということで、ここの部分を表しているということになります。まあ、こんな風にグラフで考えてもいいかなと思います。以上です。ありがとうございました。